移動式、ソーダーシステムソーダーとは、大気の揺らぎによる音波の反射を利用して、音波を用いて、上空の風速を観測する装置。ソニックディテクションレインジェングの頭文字を取った略語。電磁波を用いるレーダーと同様、音波を用いて、探査を行う装置のうち、大気中で行うものを指す。水中において、音波探査を行う装置は、ソナーと呼び区別する。 現在一般化されているソーダは、アンテナから音波を送受信して、上空の大気の状態を観測するシステムをとっている。単一のアンテナで送受信をするものと、二つのアンテナで送受信を分担するものの2種類がある。前者は気温の変動、後者は気温と風速の変動による揺らぎを観測できる。単一のアンテナのものは、フェーズドアレイレーダーを用いることが多く、 さらに回転式アンテナを用いるもの固定アンテナを用いるものとに分けられる。回転式アンテナは普通3つのアンテナがあり、一つは延直に向けられ、他の2つは延直からわずかに傾ける。固定アンテナを用いるものは操縦破棄から放物面反射器を通して操縦進するタイプとスピーカードライバーからホーム型スピーカーを用いて同章に変換して、 送受信するタイプがある。風速はドップラー効果により観測する。観測できるのは水平方向の風速で、天頂から四半径15から30度以内の円形領域での観測が可能である。天頂から20度より低いところでは誤差の修正が必要になるほか、延直方向の風速が秒速0.2メートル以上だとこれも修正が必要になる。 ソーダーの観測高さは上空200メートルから2キロメートル程度であるが、出力の大小、大気の安定具合、周囲の騒音に大きく左右され、最悪で観測できない場合もある。送信周波数は1キロヘルツ以下から4キロヘルツ程度が、主で、送信出力は数百ワットである。出力が大きいほど、また、周波数が低いほど、より高い高度を観測できるが、 限界もある。パルス幅変調を用いた場合、最も高度を得られるとされる。ありがとうございます。